はい、こんにちは、スクキワカメと申します。それでは愛はなクラシックですね、続きをやっていきたいと思います。前回から始まったボスラッシュですね、パッチのおかげで、セーブをすることができまして、今回はナナやカービィ、あと VVVVV のボスと、柔道家、あとミクちゃんになります。なんでね、とりあえずナナやから行きましょう。もうやっぱり彼が一番死ぬ可能性高いんで、ほい、はい、ジャンプ、オッケー、いいよ。極彩特使で。いや、待って。あー。しかし下手だな。どうも。よう兄弟楽しんでるかい？まあ楽しんでるよ。はい。お、いいねいいね。何をしてくる？近いね、距離感が。やべ、よし、次は何をぼーっとしている？今のは見送ろう。飛ぼ、いいよいいよ。結局無敵時間、やべやべ、間に合う、オッケー、危ねえ。なんかもうテンポを遅れると飛べなくなっちゃうんですよね。何をしてくる？お、いいねいいね。おお、いいねいいね。お、いいよいいよ、分かってるじゃない。やべって、ちょっと、おし、あと一発二発飛ぼう。あ、これでいいや。よし、これにて終了でございます。よし、なんとかな、倒せんだけど、とりあえず次はカービィ。これも一応練習はしたから。はい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 、よっしゃ、いった。千載一遇のチャンスだな、これ。さっきまで、ナナヤ倒してもカービィでやられてたから、とりあえずどうしよう。VVVV がよくわかんなくなってるから、一回、柔道、ストファイ行きましょう。こいつは、なんとかなると思うんだよな。で、おい、あれ？って、向こうでやろう。ほい。さあ、右に、右に来い。オッケー。こいつは変なヘマしなきゃ、すんなり倒せると思うんですよ。ほい。よし。やっぱり、右の方がいいか。ほい。やべ、やべ、うわ、やべ、あぶね、あぶね、ちょ、やべ、ちょ、待って、やべ、え、二段ジャンプ使っちゃったじゃん。どうしよう。戻れない。え、うっそ。え、やばい、どうしよう。あいつちょっと右に引き寄せて飛ぶか、死ぬかな。え、もうちょい右に、もっと右、もっと右、壁際来て、やべえやべえ、待って、
ばいやばい、どうしよう。釣り、お、ここで行っちゃうか。いけ、やべ、危ない、よっしゃ、危なかった。いやもうまさかまさかだわ。ちょ待って、全落ちんのが怖くて打てない。やべ、おい、よし、いっちゃえ。ほんと危なかった今の。でね、おって、やべ、あと2発ぐらい。もうどうしよう、こいつ倒したらセーブしちゃおうかな。ちょっと VVVV 読めないし、どうしよう。でもミクちゃんも言っちゃえば、サビの前のピューンさえしのげばなんとかなるから、ちょっとこいつ終わったらセーブしよう。もうオッケー、危なかったけどなんとかなった。よし、はあ、で、うん、そうなんだよな、 VVVV 油断してると死ぬ可能性あるんで、もう行く、セーブしよう。どう、これが吉と出るか凶と出るかだな。どんな感じだっけ、あんま記憶にないんですよね、そもそもこいつが。はい、うん、そうそうそう、これは別にいいんだけど、パターン変わってからがやばいんですよね。あ、やべ、ミスった。あぶねえ、セーブしといてよかった、これ。はあ。うまく編集で繋げてるとは思うんですけれども、こいつ、もう今ね、50回以上倒してます。甘かった考えが、完全に京都出ましたね。くそー。やっぱりね、ミクちゃんのサビの前のピューンがなかなかに運要素があり、サビまで行っちゃえばね、なんとかなるかなって思ったんですけど、なかなかね、深刻なエラーが発生する前に死んだりっていうのが多く、この低たらくですよ。おい。そう、で、実は一回ミクちゃん倒しまして、エンディング流れました。が、ちょっとね、まさかのゲットワインドが流れまして、フルで。多分あのまんま、これ投稿すると、著作権の問題で、ブロックになって公開できないと思うんですよ。なので、ま、ダメね。なので、セーブする前にもう一回ね、戻ってきました。で、いつもね、もうこれ音声とゲーム音と一緒に取り込んじゃってるんですけど、今回音声とゲーム音別々に、取れるように設定したんで、もしこれでゲットエンドかかった状態で一回投稿してダメだったら、再編集してゲットワイルドの部分ね、別の音楽に差し替えて、とりあえず投稿し直す形になると思いますんで。で、これもういっちゃおう。オッケー。よし。一手分、時間短縮できたぞ。よし。で、ミクちゃんですね。2回目、倒しに来たよ。これ結局なんかラブトラの時よりも最初のこのリンゴ早いんですよね、やっぱ。ラブトラもうちょっとゆっくりだったと思うんで、あぶね。で、A メロまでは絶対いける。とりあえずサビの前の、ピューンだなぁ。避けれてもね、着地するところブロック全部消されたりってこともあるんで、一番びっくりしたのが最後の深刻なエラーの時にネギが残像作って飛んでくるとき、あれが一面にね敷き詰められてたときは変な声出た、本当に。まさかここで3時間4時間近くかかると思わなかった。こっからなんだよ、本当に。この後次第。もうやりたくない。
頼む。あー危ない、よし、サビはなんとかなんと思う。危ない、危ない、ちょっと待って、やべってやべって、危ない、頼む、よし。でもうこれはあのネギしか見ない、油断してるとネギに当たって死ぬんで、リンゴはカラフルだからもう視界のなんていうの端に追いやる。とりあえずネギだけ見て避けてく。そうすればリンゴもおのずと避けれる。頼むぜ頼むぜ、ここで死ぬのも結構あったから、ほんと頼む。よし、でこの後、この後危ないのは全部避ける。とりあえず頼む。やばい、ちょっと待って、危ねえ危ねえ、深刻なエラー、はよ、あーし、危ねえ危ねえ、ちょっと待って、危ねえよっしゃ、いった、いやー、きついって本当に。で、これ取ると、こう、流れるんですよね、ジェットワイルド。とりあえず、こんで、一回投稿して、ダメだったら、イントロだけとかにして、ちょっと別の曲に差し替えます。うわー、やったー、まさかね、ほんと、二回目、倒すことになると思わなかった。実家だな、これ。チュートリアルね。いや本当でも難かった、懐かしいわこの辺。てかナイトゲーム、こんな何早い段階のステージだったの、本来見つけらんないって。でこれめちゃくちゃ頭使うやつですね、ポータル。知恵熱出たわ本当に。でアンダーも難しかった。ミニね。これもなんか挙動がいつもとちょっと違うんで。タイムトラベルすんごい面白かった、ここ。超カオスなんだよな。で、ダッシュジャンプね。この類も面白かったですね。ただ、ボスはきつかった、本当に。VVVV も、ステージ難しかったな。っていうか、隠しアイテムが本当難しかった。で、結局、これも頭使うやつでしたもんね。ミニゲーム。これ、ミニゲーム扱いなんだ。これも本当に大変だったな。ボスね。V キットくんって言うんだな。ほんと50回以上倒したよ、こいつ、結局。で、こいつ、ゴンザレスって言うんだ。これ、でも、ほんと危なかった。二段ジャンプ封じられたとき、どうしようかと思った。で、まさかのピローズですね。ウィニングカムバックと。で、マリサちゃんって言うんですね。視聴者さんに教えてもらって、名前、初めてわかりました、この子、魔女子さん。で、チュートリアルの三色リンゴと、まさかこいつに殺されるとは思わなかった。で、ビッグヒロシ。やっぱヒロシなんだなぁ。すんげえうるせえの、こいつら。なんか、でやでやって。ワドルディね。爆弾が怖かった、ほんとに。で、7やね。何やってんの、こいつっていう、もうほんと、びっくりしたわ。ね、一応メルティブラッド、リアクトの方も投稿したんで見てください。三浜千代ちゃんっていうの。カービィね。で、ミクちゃんと。いや、強敵揃いだったなぁ、なんだかんだで。いや、でも本来これ何？ノーセーブでやるんでしょ？ほんとノーセーブでこのボスラッシュクリアした人、ほんと尊敬しますわ。俺にはとてもじゃないけど、無理だ。パッチの存在を教えていただき、ありがとうございました。おかげさまでね、なんとか、エンディング迎えることができましたよ、もう。エルナちゃんさん、ほんと、とんでもない鬼畜芸を作ってくれたもんだ。
あ、Thank you for playing と。またハテナがついてますね。あれ、アイテム取ってないからってことかな。あ、とりあえず通常クリアおめでとうございます。こんなゲームをこんなところまでプレイいただき感謝感激暇人オツです。やかましいわ。ラストのボスラッシュ頭おかしい&手抜きです。2013年の6月頃に9割以上できてましたが、ボス作りが嫌すぎて半年以上放置してました。あとこれはエンジンを作ったのでついでに作った感じのアイワナですって。すごいですよね、自分でエンジン作っちゃうっていう。ですがちょっと長かったかもしれません。かなりの超大作だよ。エンジンアイワナってことでライトで作りましたが、ライトでも割と何でもできますね。あともうちょっと続きます。あ、隠しアイテムを集めると裏ステージへ入れますと。で、真のラスボスと真のエンディングが見れます。また同じステージの同じ難易度に入ることによりヒントキャラが登場し、隠しが見つけやすくなると思います。やる気のある方は引き続き頑張ってねと。で、画面停止後にシフトキーを押すことにより最初の位置へ戻れます。なるほど。え、もう終わりでいいよね。アイテムやる？やんなくていいよね。嫌なんだけど。でもせっかくここまで来たらやるしかないかな。あ、なるほどね。でシフトキー押すとここに戻ってこれんのか。セーブ、あれ、よし、セーブできた。なるほど。ちょっとアイテム部屋じゃあ行きますか。え、やんなきゃダメ？やる？え、あ、なんかレインボーのステージクリアっていうブロックがあんな。あれ、乗って足場に上に行けんのかな。え、どうしよう、2個しか取れてないんだけど。じゃあ次回から一応隠しアイテム集め編やりますか。まあ、とりあえずね、じゃあこれでメインルートとしてはクリアっていうことになりますが、引き続きね、ここまで来たらとことんやってやろうと思いますので、ちょっと頑張ってみます。はい。てなわけで、ここまでご視聴いただきまして、どうもありがとうございました。次回もまた見てくださいね。はい、バイバーイ。